ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは猫獣法ニャノンという拡散弾頭化のヘビーボーガンです。名前がめちゃくちゃ可愛いんですが、能力はまさに兵器と言っても過言ではない。拡散弾をまっすぐ前に向かって水平に撃てるんですよね。簡単に撃つことができて、しかもとっても強い。普通の拡散弾は照準を上方向に合わせてモンスターに上から落とす感じで撃つんですけど、このヘビーボーガンはなんとまっすぐ撃つことができちゃうんですよね。本当に超簡単なのにめちゃくちゃ強いです。今回ご紹介する装備構成はフルチャージを採用しました。体力が満タンで攻撃力が上がります。回避距離アップでヘビーボーガン特有のもっさりした回避でも大きな距離を取りやすく、入れ替え技のカウンターに慣れていない初心者の方でも回避がしやすいです。さらに逆襲も積んでいるので、被弾したとしても攻撃力が上がるという万能装備です。後ほどご紹介しますので、まずは八ヶ岳戦をご覧ください。装備紹介の前に注意点です。拡散弾は味方のハンターを吹き飛ばしてしまいます。ソロで遊ぶかマルチなら拡散弾を使うことを必ず事前に知らせた上で使いましょう。はい、ということで装備をご紹介いたします。武器は猫獣法ニャノン、ここのアイルー派生から作ることができます。百竜スキルは拡散弾追加に、強化パーツはパワーバレルです。防具は雷、バイク S、デュース S、ジャナフ S、ハンター S。戸籍は回避距離アップ2と逆襲1のものを使っております。回避距離アップ1でもすごく避けやすいので、装備ボックスの中から探してみてください。回避距離がいらないって方は、他の火力スキルでもいいと思いますので、戸籍に関してはお好みでいいと思います。スキルです。攻撃レベル7。
フルチャージレベル3、弾丸節約レベル3、気絶耐性レベル3、装填速度レベル2、反動軽減レベル2、ブレ抑制レベル2、回避距離アップレベル2、逆襲レベル2。フルチャージレベル3で体力満タンの時に攻撃力がプラス20、被弾して吹き飛ばされても30秒間攻撃力がプラス15という攻撃力もりもりの構成となっております。いい護石をお持ちの方はさらに火力を上げれると思います。肉質も無視なのでダメージも安定です。注意点は、各3段は爆発までに若干のラグがあるので、素早いモンスターが相手の場合には注意しましょう。持ち込める弾も少ないのでタイミングを見てキャンプに補充に行ってください。ということで、猫獣砲ニャノンの紹介でした。めちゃくちゃ強いので興味のある方はぜひ作って遊んでみてください。では今回はこれにて、バイバイ、またねー。